富士通富士通モバイルコミュニケーションズ東芝製のスマートフォンレグザ4ズ0 4レグザフォー4ズ0 4は東芝が開発し富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって日本国内向けに製造発売された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで CDMHX ウィンタイオーストレート型スマートフォンである製造型版は TSI-04 でメーカー型版は TG-03KD2010 年10月18日に KDDI 並びに富士通東芝より公式発表し2011年2月10日より発売された au 向けの T 機としては初の Android 端末国内の Android 搭載スマートフォンとしては2010年11月8日に公式発表し同年12月17日に NTT ドコモより発売された同系機である T-01C と兄弟機種である IPX5、IPX7 IP 対応の防水、ワンセグ、赤外線通信、お財布携帯など日本の携帯独自の機能に対応している。また、モバイルレグザエンジンを搭載しており、ワンセグを高画質で楽しむことができる。日本語入力は 数多くの Android スマートフォンで E1 が採用されている中、本機では Atock が採用されている。2011年に日本で発売される Android スマートフォンでは唯一のバージョン2.1で、バージョン2.2化は2011年6月16日より開始された。2011年6月現在 Bluetooth の HID プロファイルに対応している唯一のスマートフォンで、 Bluetooth キーボードが使用可能である。なお、本機のテレビ CM は t 0 h c と同じく富士通名義で行われた。ドコモでは実質富士通製として扱われた t 0 h c と異なり、本機は au でも従前通り、東芝ブランドとして扱われた。方法は、蒸気アップデートを実行後、本体直接の場合は Wi-Fi 接続で、こちらより、 アップグレード用のファイルをダウンロードし、実行する。または PC で上記の、こちらよりアップグレード用のファイルをダウンロードし、ファイルをマイクロ SD にコピーをし、コピーしたマイクロ SD を、いずれ用に挿入し、実行する。アップグレード後の内容は次のようになる。PC サイトビューアーはないが、PC 向けウェブブラウザと同等のアプリケーションが、標準装備されている。携帯サイトは、 他のスマートフォンと同じく閲覧不可。ありがとうございます。